メスガーフェイスね。あの、ただあの、この辺にいる。どうも、クロちゃんです。クロちゃんです。メタルおじさん2人が音楽中心に好きなものを語っていくチャンネル、ポンチュース。今回は What the Jazz! というわけで、今回はね、このプログレッシブで、うん、あのいわゆるポリリズムとかを多用するバンドっていうところに重きを置いて、バンド紹介していきたいなと思っております。Yes! Yes! とりあえず今回あの、インストバンドも含めない感じ。あ、そう、まあ、というわけでね、あの、バンド紹介やっていきます。それでは、やっていこう。やっていこう。じゃあ次のバンドいきますか。はい、デイログマイ。はい、ベイルオブマヤですね。はい、映ってるか。うん、はい。シカゴ出身ですね。中心人物は、ギタリストマーク大久保さんですね。うん、彼日系で日本人のお父さんがいる、うん、まあ、ハーフのギタリストで、そうだね、うん、日本の宝ですね。そうね、リフメーカーで、ね、2回ぐらい来日もしてる、ね、そうだね。ほんとね、ベイルオブマヤが全都圏だから一番好きかもしれないな。いや、当時ファースト聞いた時はね、結構ビビったの、うん、まあ、実はこれセカンドなんですよ。あ、そう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 。実は、実はね、これがファーストだと思ってるんだけど、なんか赤くて、なんか人のジャケンだっけ、赤い女性のジャケンのやつがファースト、うん、初期は結構メロデスとか、うん、デスラッシュとか、うん、結構もうちょっとエスニックな感じもして、うんうん、マヤっぽい感じ。そう、マヤって感じ。民族的なね、そうそうそう、ニュアンスもあって、うん、で曲名もね、ナマステとかね、そういうのがあったりしましてね。これがセカンド、3、4枚目ぐらいから、うん、まあ、電子音とか、うん、結構ポストハードコアチックのニュアンス入れてきたりとか、5枚目のね、うん、あのマトリアッチからクリーンボーカルが入って、いや、その辺からちょっとね、昔の古参のちょっとデスコアとか好きだった人、うん、とやっぱ賛否が分かれた、分かれたねー。もうでも我々のスタンスを言っとくと、うん、クオリティ高いクリーンなら全然 OK なんですよ、うん、この2人は、うん、だからめっちゃ好き、うん、はい、はい、で最近はね、ちょっとペリフェリー的な音楽性に移行してるのかなっていう感じだよね、うん、メロディーもそんな感じになっちゃったしね。そうだね、うん、でもね、ペリフェリーよりね、どっちかっていうとね、クリーンはキャッチなんだよね。キャッチなんだよね。そう、だから、うん、好きかな。好きだね、より、うん、はい、じゃあ好きなアルバム、あとマトリアッチかな。ですね。あの、またもうアルバムとしての完成度がめちゃくちゃ高い、うん、ただただジャケが、ジャケがメタル史に残るダサさだよ。本当に雑コラみたいになってくる。戦時観音みたいな。アルバムは最高だね、本当に、うん、最高だよね、うん、はい、じゃあ、はい、好きな曲は、ね、その後に出たね、あの一番今出てる中で新しいアルバムの中のダブルスピーク、うん、あーかっこいいね。でね、あのアルバムもね、ジャケがクソダサいね。あの口からイカマジンみたいな、テンタクル系ね。そうそうそう、イカマジン。はい、はい、口からイカ出てるっていうね。はい、じゃあね、俺が好きな曲はね、リスベスだ。あ、リスベスも超かっこいい。まあ、エアリスとかもすごいかっこいいし、なんかミカサとかももちろんいいんだけど、うん、なんかね、彼らもアニメ好きでね、きっと。うん、ジェント系ってメタルナードが多いんですよ、うん、圧倒的に。圧倒的にね。で頭良くないと作れない、そうだね、音楽ではあるかなって思うんで、うん、で、みんなさ、総じてさ、ギターのポジション高いじゃない。うん、俺あれってギタリスト多分こうやって座りながら弾いてるからだと思うんだよね。あー、で、あの何、ゲーミングチェアみたいなの弾いてるからみんな総じてコックピットみたいなやつでね。あ、まあ、それ仮説ですか。仮説でね、うん、もうしょうもない仮説なんだけど、うん、本当にあると思うよ。みんな掃除のポジション高い。高いね。うん、はい、はい、じゃあ次のバンドいきますか。はい、ボーボーボーシリス。ボーボーボーシ
サイウィ。オッサイウィ。はい、はい、アメリカ、イリノイ出身ですね。はい、まあ、キーボードの個性が強い感じかな、うん、で初期からすごいシアトリカルで、うん、まああの、まあ、ジャケからもそうなんだけど、めちゃくちゃコスモを感じるんです。コスモ感じるね。でもあのガツガツ刻むジェンティーなフレーズに、うん、まあ、ピロピロ系のギターと、うん、あの空間系のエフェクトの掛け合いが、まあ、非常にうまいかなというバンドですね、うんうんうん、なんかね、ボーン・オブ・オシリスはね、うん、すっげえ FF なんだよね。そう、マジファイナルファンタジーだよね。もうラスボス系ストリングスなんですよね。うん、たまにアラビアン、アラビアンだね、うん、やっぱオシリスなんだよね、うん、オシリスだからね。サンダーフォースってなるから。言うじゃんね。まあ、TV とかでも出てくるんだけど、うん、ピラミッドとか。ああね、はい。じゃあ好きなアルバム、やっぱディスカバリーかな。同じっすね。ディスカバリー結構あの、うん、全体的なトータルバランスが良くて、うん、いいよね。もう1曲目のフォローザサインからめっちゃいいですよね、うん、はい、じゃあ好きな曲、ダイバージェンシーですね。一緒ですね。はい。この曲のメインのリフさ、なんかちょっとスレートシグナル感ない、うん、あ、あるあるある。デイ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 。もう後半の壮大さが、うん、やばいね。ダイバージェンスするよね。ダイバージェンス。そう、本当に、うん、本当デジタル感がめちゃくちゃ強くて、うん、はい、はい、じゃあ次のバンド行きますか。アフターザベリア。これはアメリカのミネソタだよね、うん。このバンドは一貫してメタルって感じ。メタルだね。そう、うん、臭い、鉄臭い、鉄臭いよね。うん、あの、まあ、ガツガツ刻むんだけど、うん、ヘビーメタル的な気っていう。そうだね、うん、結構なんかエモとかスクリーム系じゃない泣きだよね。そうだね、ソロに近いのかな、あ、ソロに近いね、うんうん、あ、ほんとね、先日こういう感じね。先日来日してね、うん、いや、マジ行きたかった。そうだね、2人とも行けなかったんだけど。そうですね。で、4枚目のアルバムリリース直後に、うん、まあ、ギタリストの片割れが亡くなって、うん、いや、まあ、本当にあのバンド名通りになってしまうっていうね。そうだね、埋葬後になってしまった、埋葬後になってしまったっていう。本当にご冥福をお祈りしますって感じ、うん、では、好きなアルバムいきますか。何が好きですか。ね、なんかウルブス・ウィズ・インかな。あー、うん、アナラダムもいいよね、うん、白いやつ。その後のディグディープが、うん、うん、重いやな、アナログも。そう、あのね、ここ直近3枚ぐらいはね、やっぱりいいんですよ、めちゃくちゃ、うん、昔もいいんだけどね、うん、昔バサーガーとか、そうそうそう、バサーガーとかめちゃくちゃいい、うん、昔でももっと臭いからね、うん、うん、さらにメタルっていう感じで、ね、じゃあ好きな曲は、ウルフ・アモングスト・レイブの曲。はい、一緒です。あの曲めっちゃ嫌ってるんだよね。もう引っ掛けまくりだよね、あの曲もリズム。じゃあ次のバンドいきますか。はい、エルナ。エルナ、これですね。はい、もうね、このバンドめちゃくちゃ好き。めちゃくちゃ好き。メイル・オブ・マヤと同じぐらい好きだわ。そうだね、うん、で、まあ、あのギタボの、下手ギタボの、うん、メインコンポーザー、ジェシーがね、うん、中心人物かなと、うん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 、で、ちなみに、うん、あのジェシーソロで実はゴースト・アトラスっていう、うん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 、スクリーム系のバンドやってて、そっちもめちゃくちゃかっこいいんですよ。ぜひね、チェックしてもらいたいなと思う。アコースティック版とかも出てて、めちゃくちゃいいから、うん、ぜひチェックしてください。セオシンとか、そうね、セオシンね、うん、ね、影響受けたってある通りね、うん、泣き満載な叙情的なギターと、うん、ハイトーンのクリーンボーカルがめちゃくちゃ特徴のバンドかなと。そうだね、そこがすごい珍しくてさ、ジェントのバンドって結構男らしいっていうか、うん、あと壮大だったりするバンド、うん、クリーンを入れるバンドがすごい多いんだけど、うん、もう本当にエモなんだよ、ただのエモだよね。で、うん、まあ、数回の、まあ、スクリームボーカルの、ボーカルチェンジをやってるけど、うんうんうん、
まあ、初期からまあボーカルチェンジしたかっていう、したからどうっていう音楽性の変化っていうのは一切なくて一貫してるね、うん、まあ、すごいテクニカルでエモいサビっていうのが前ら、うんうん、ファーストから4枚目までそうだねちょっとな感じかね。今のね、テキサスインジュライの JP が加入してからねよりエクストリームなライブバンドになってるんじゃないかなと思うわけですよ ね、 そうね。もう来日めちゃくちゃ良かったから本当に去年のトゥルノースか、うん、行けなかったですけどね私は行きましたが2回見てるんだよね。そう、2回見てる。これ1回初来日の時には行ってるからね、うん、エラ以降のジェントバンドめちゃくちゃエラからの影響も受けてると思う。受けてるね、うん、めっちゃフレーズ似てるバンド多いあるね。で結構エラ的なクリーン、ハイトーンクリーン入れるバンド増えてるから増えたね、そのそれ以降。じゃあ好きなアルバムいきますか。はい、ね、僕はね、インパルスですね。これだね、これだね、うんうん、いやめっちゃ悩むんだよな。悩む、てかね、全部好きなんだよね、今のところ、うん、アルバムのトータルバランスで言ったら僕は2枚目のオーグメントが好きかなと、うん、あ、いいね、うん、もうね、キラーチューンがありまくるの、 ありすぎる、うんうん。好きな曲は、ホワイトノイズ。一緒ですね、はい、まあ、これもう、もうジェント氏に残る名曲って言っていいんじゃないか。そうだね、うん、これはもう歴史残るよね、うん、もうサビの切り替わりも素晴らしいしさ、ぶち切れたハイトーンでさ、うん、はい、じゃあ次のバンドいきますか。はい、アイザ・ブリーザー。アメリカ、ボルチモアのバンドですね。はい、まあ、結構初期はね、硬派でメタリックなサウンドだよね、うんうん、ガツガツ、そうだね、ってって、で、サードのアルバムから、シンセとか、うん、結構ピッチスクリーム寄りのクリーンも導入して、うんうん、まあ、スケールアップはしてるね。そうだね、うん、が、がリリースした後すぐ解散しちゃうんですよね、うん、すごい残念だったよね。いや本当にこれも不遇のバンドだなと思いますね、うん、いまいち人気出なかったよね。そうめちゃくちゃ好きなんですけど、アイザ・ブリーザーね、はい、はい、じゃあ好きなアルバム、ファーストですね、ディーズ・アーマー・マイ・シンズ、うんうん、ライフ・リーパーかな、うん、ライフ・リーパー、うん、あの、まあ、ジャケだけ見るとシルドレオブ・ボトムなのかもあのアルバムやっぱクリーン入れたの、やっぱクリーン賛成派だからさ、うん、いや確かにめっちゃいいっす、めっちゃいい、本当に素敵よくなくて、はい、この曲はね、スウェインカルトかな、あー、うん、めっちゃいいよね、ドッツッドッツ僕はですね、うん、ファーストのハイライズ、うん、ハイライズでもやばい、ねえ結構ね、ラウドなんだよね、昔の、そうなんだよね、うん、アナウト、はい、じゃあ次のバンドいきますか。はい、ストラクチャーズ。こちら、はい、カナダっすね、カナダ出身、カナダなんだよね、ほんとカオティックでメタルコア寄りの音楽性で、うん、うん、めっちゃね、急加速して急降下して超ジェットコースター的なエクストリームさがあるめちゃくちゃだよ、ほんと曲ほんと最初聴いた時、まあこういうバンド知らなかったっていうのもあるんだけど、うん、こんなめちゃくちゃなバンドいるんだと思ってさ、そうだ、目まぐるしくてさ、曲展開が、うん、良いフレーズがあっても1小節2小節で終わっちゃうっていう、ね、まあゆえにね、飽きなくて中毒性もやばいんだけど、うん、こんだけリフ吐き捨てていいのかみたいなね、ほんとに1曲から 4,5 曲作れんじゃねえっていう、そうです、ステージング力はまじさすがだよね、やばいよね。で、ね、セカンドレコーディング中に、うん、ボーカリストが脱退してるんですね、うん、で、これバケモンなんですけど、セカンドアルバム、あのギターボーカルなんですよでライブもめちゃくちゃ上手くて、うん、で、このバンドのギター、今も活躍活動してる、まあ、この前来日したか、うん、ノースレーンね、に移籍して、うん、多分今もやってるんだよね、うんうんうん、で、まあ結局そのボーカル脱退に伴うあれで解散しちゃうんだけど、うんうん、ね、うん、本当に惜しい。なんかカナダってさ、結構バンドが不遇なんだよな。あるかな、あるよ、みたいな、そうそうそう、このバンドね、ミザリーシグナルズとかもカナダなんだけど、かっこいいんだけど、やっぱりそんなにヘビーミュージックが盛んじゃない国なのかなって思うところはあって、うん、でですね、うん、カナダ
でめちゃくちゃ売れてるバンドってこのシルバースタイン、うん、ですね、この辺ね、うん、で、まあ、実はアブリル・ラビーンとかニッケルバックとかみんなサム41みんなカナダで、うん、やっぱスクリーモとかロックとか、うん、パンクが売れるイメージなんで、ね、ああそうだね、うん、アレクシス・オン・ファイアとかさ、うん、本当にねうん、あのおすすめバンドにこっそり忍ばしてたんですけど、ストラクチャーズそれぐらい好き本当に聴いてほしいバンドなんでね。そうですね、うん、好きなアルバム、はい、ライフスルーウィンドウセカンドっすね。ああ両方いいんだけど、ね、両方いいんだよね。僕はこっちだな。まあ、ハードコアがどっちかっていうとブルータルね、うん、ボーカルだよね。そうだね、ボーカルは違うからな、全然キャラクター、うんうん、セカンドの方が楽器がブチ切れてる、ね、ブチ切れてるね、うん、マジヒステリックなスクリームでさそうそうそう、アイスクリームめちゃくちゃ好きなんだよね。うんうん、わかるわかる。好きな曲はね、エンカウンターっすね。エンカウンターね。エンカウンターは本当にキラーチューンなんで、ぜひ聴いて。あらら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 らって感じなんで好きな曲は、ワーストオブボスウォーズ。もう機械がぶっ壊れたみたいな音でしょめっちゃ頭かき回されるんですよ ね、 そうね、ぐるぐる回る系なんで、ね、脳みそもね、混ざっちゃう。はい、はい、じゃあ次のバンドいきますか。はい、ボリュームス。LA 出身のバンドですよ。さあ LA って感じだよ、ね、そうだね、うん、まあ本当こういう感じ悪くてさ、うん、ハードコア的な良さもあってやっぱり、うん、すごいブルービーな楽曲で、うん、まあ、ラップだよね。ラップが特徴だよね、うん、本当ジェントとニューメタルの融合の本当先駆的存在かなって思っていて、うん、そうだね、うん、結構ね、まあそこちょっとイシューズかぶる部分もちょっとあるかな、うんうんうん、初期はね、叙情的な要素も満載なんで、ね、で、サードアルバムからクリームボーカルが変わって、うん、まあ、元バディ・ユア・デッドってバンドのボーカルが加入するんですけど、うん、まあ音楽はね、割と一貫してるよね、うん、してるね、うん、で、最近はラップの機械よりもクリームの機械が増えてるかな。そうだね、うんうん、なんかね、スローなね、グルーヴがすごい特徴的で、本当にわざわざ BPM 落として、うん、そうだね、気がするのよね、初期は、うん、あのサードの曲でさ、ラッパーフューチャリングする曲があるあるね、あれとかすごいよね、すごいね、本当に、うん、じゃあ、飲みきますか。あ、ファーストね、ビア、うん、ビアビアはい、はい、好きな曲はディフェンドカーテン、うん、かな、ブルタルだね。いい曲いっぱいあるんだけど、うん、泣きたいんですよ、あ、うん、わかるわかる。で、僕はね、ワームホールですね。ワームホールね、これ下ネタじゃないから何言ってんだこいつって感じなんだけど、ただ、まあ、宇宙だよね。宇宙とか都市伝説のやつだと思います。次のバンドいきますか。はい、ノベリスツ。はい、フランスさんなんですよ。そうですね、で、このね、バンド、フォールトゥーシンサリティっていうバンドで活動していた、うん、まあ、ボーカルと、うん、まあ、ギタリストとドラマは兄弟なんだけど、ね、ギャランド兄弟が、まあ、中心になって結成して、うんうんうん、って感じかね、うん、ね、いつも言うんだけど、フランスのプログレッシブメタルコアジェントめちゃくちゃ盛り上がってきてるよね。うん、まあ、2013年あたりからね、うん、ちょっとね、フランスから爆発的シンギュラリティがあったんじゃないかと思ってなるほどなるほど、考えられる。なんか世界線が変わった。そうそうね世界変わったよね、ひっくり返っちゃった感じかなと、うん、めちゃくちゃいっぱい出てきてて、うん、まあ、ね、カリンジャとかもそうだし ね、この前紹介したダリもそうだし、うん、うん、めちゃくちゃ増えてるよね。で、ボーカルクリーム歌うんだけどさ、すごいやっぱスクリームのリズム感も良くて、うん、うん、メインコンポーザー、うん、結構ギターのさ、うん、あのプレイ動画とかも上がるぐらい、まあ、上手いギタリストなんだけど、うんうん、プロレスタン、うん、僕が思うにですね、うん、結構ね、彼ペクセ強くてですね、あ、結構ね、そう、フレーズ似てる曲がね、スイープ2回やるみたいなペクセ多いかな。そうそうそう、そう、で、それがね、ちょっとね、あの、まあ、苦手じゃないんだけど、うん、あ、まあ、飽きるキャラクターが被ると、そうそうそう、うん、アイズワイドシャットとかは、はいはい、あ、僕は来日行ったんですけど、うん、行ったね、あの最終日見に行ったんですけど、その最終日で
あの俺たちデモあるからデモ聞いてけよって言ってデモの音源だけ最後流してくれたんですよね。でこのアイザイドシャット の、 あのまだボーカル入ってない、うん、あの曲だけのやつをオタク関係じゃんあのベースが、うん、この曲俺が作曲したんだぜって言ってたのね。で、あの、まあ、この手のちょっとラウドめな縦乗り系の曲って、うん、多分ベースが書いてんのかなと。ああなるほどね、うん、ちょっとこれはもう予測でしかないんですけど、うん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 、ベターエンドとか、あのウロボロスとか、ウロボロスね、そう、あの辺のハードコア系、そうそうそう、ラウド系、うん、あのピロピロしない系が、うん、がっつり重いやつね、そう、多分ベースの色が書いてるのかなって説、うん、うん、ね、まあね、僕はね、手癖も含めて好きだから、うん、まあやっぱり彼天才ギタリストだと思うわけですけど、うん、でね、ノベリスツがね、バカ受けしたからね、やっぱフランス盛り上がったんじゃないかなって思うんですよね。ちょっとね、まあ、ノベリスツ、フランスの中でも一番キャッチーだと思うの。そう。カリンジャとかさ、ダリとかさ、そうだね。ナード向けすぎるっていう。クロート好みしすぎる感じあるよね。うんうん、好きなアルバムは。あ、そう。スベニア。スベニア。同じだね。うん、お土産ね。お土産ね。で、好きな曲は？ね、やっぱタイトルトラックのスベニア。ああ、いいよね。なんか、こんだけさ、長くてさ、壮大なのにさ、うん、ずっと聴けちゃうんだよね。ああ、飽きない飽きない飽きない、ね、うん。俺はね、インアニメイトかな。インからね。そう。あの、オタクショップの聖地ではないっす。うん、アニメイトね。うん。メタル系のさ、うん、イントロの中で最強のイントロじゃないかなって個人的に思ってて、結構この、うん、バッて止めるのがすごい印象的だよね。そうそうそう、まあボヤージャーとかも悩んだんですけど、うん、めっちゃいいよね、うん、いいね、はい、まとめますか。はい、はい、まとめます。前半でね、紹介したバンドっていうのはね、うん、でも超パイオニアで、うんうん、このジェントなんて言葉ね、なかった時代から活動してて、うん、でもまああのこの手のジャンルが結局バカ受けしたのって、うん、やっぱスメリアンレコーズっていうこのレコード会社のマーケティングが大きいんじゃないかなって思ってて、うん、なんかスメリアンレコーズは本当にバンドのこと大事にしてるなっていう思うところあって、うん、何周年みたいなのすごいインスタとかにも上げててさ、ね、うん、で好きにやらせるし実力のあるバンドをかき集めてるっていう感じがあって、うん、でね、数年前さ、うん、1、2回スメリアンツアーって日本にも来てくれてるのに、うん、これね、ぜひね、また来てほしい。また来てほしい。で、まあ機材の充実とかさ、うん、で、電子音系の音楽の出現だよね、これも、うん、現在のポストハードコアとかさ、そうだね、うん、あとはネットの反映とかによる、うん、なんていうの、YouTube とか、うん、これこそね、まあ演奏力がかなり底上げされたっていうね、うん、あたりで、まあ、2010年ぐらいから本当ね、この手のバンドめちゃくちゃ増えた。まあね、ジャンルもすごい差別化されてて、うんうん、もうあのスクリームしないラップだけとか、うんうん、めちゃくちゃ増えてるし、ね、うんうんうん、まあね、もっと個性化してきたかなっていうのもね。そうだね、うん、まあおかげでね、結構嫌いっていう人多いよね、ジェント嫌いね、まあキャッチーさはさ、うん、あんまりないジャンルなんだけどね、うんうん、まあ言いたいこともわかるかなっていう。そうだね。で、メタルコア、うん、デスコアがやっぱり2010年ぐらいまでに衰退してったじゃないですか、うん、ある程度、うんうんうん、まあ、結局どのジャンルでも同じようなことが言えると思うんだけど、うんうん、なんか一個さ、シーンがさ、うん、メインストリームが出来上がるとさ、うん、派生してってさ、そのジェントだったらジェント以外のジャンルのバンドサウンドもジェントっぽくなったりするじゃない。そうだね、まあ、メタルコーだったらみんなブレイクダウン入れ出したみたいな感じなんだけど、そうだ、ね、うん、まあ、みんなだからそのガッ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 っていう刻みとかを要素で使い出すとか、ね、うん、そう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 、音作りがジェンティーだったり、うん、ってなるとね、うん、あのもうそのメインストリームっていうのは終わっちゃうんですよ ね、 そうね、衰退に向かっていくっていう法則性があると思っていて、うん、そうだね、だからもうあと 2,3 年ぐらいかな、ジェントはって思ってるんだけどね、うん、まあね、実際ね、我々もね、あの、うん、まあ、2番線時、3番線時的なね、うんうん、バンドってね、あんまり聞かなくていいかなってなっちゃうよね、どうしても、ね、そうだね、うん、うん、まあ、かといってパイオニアだけが素晴らしいわけではないけど、そうだね、まあ、だから本当にね、若手の良いバンドもいっぱい出てきてるんで、うん、まだまだ目が離せないジャンルではあるかなと思うんですけど、うん、それではまた次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。せーの。